高橋豊博士は1927年静岡県静岡市興津町で生まれました。柑橘の父と言われた父高橋育郎が勤務する緑豊かな農林省園芸試験場で幼少期を過ごした博士。夏には東海道屈指の海岸美と謳われた興津海岸へ出かけ、毎日のように泳ぎました。中学高校時代は軟式野球に熱中、仲間たちと共に心身を鍛えました。そして1947年東京大学第二工学部土木工学科に入学します。博士が土木工学の研究を志すようになったきっかけは、戦後の度重なる水害でした。カスリン台風や伊勢湾台風など甚大な台風や豪雨による洪水を目の当たりにし、災害からの復興こそが国づくりの第一歩であると考えるようになったのです。1951年大学院に進んだ博士は、恩師井ノ口長平先生を中心とした研究メンバーとともに信濃川の治水事業について現地調査を行います。長年信濃川の水害に悩まされていた越後平野は、大河津分水路の建設により被害が回避できるようになりました。その反面、川から海へと流れ込む土砂が減少、海岸浸食を招き、新潟海岸の決壊が起こります。博士は治水事業には自然環境へのマイナス面が伴うことを現地でつぶさに実感することになります。次に博士が取り組んだのは筑後川の調査です。1953年6月、筑後川は大きな水害に見舞われます。明治大正期と比較し、雨量は変わらないにもかかわらず洪水の規模は拡大。果たして雨量以外に洪水規模拡大の原因はないのか。博士はこの点に注目し、流域内のさまざまな観点から調査を開始します。明治維新以降、我が国は西洋から技術を導入し、河川改修事業の近代化を推し進めてきました。当時筑後川においては分水路や連続堤防を作り、できる限り早く川の水を海まで流し出すという方針で進められていました。堤防ができる以前は、まず上流部で小さな氾濫が起き、水が主要河川に集中するのを遅らせていました。ところが堤防が整備されたことにより、大量の水が短時間で下流部に到達、流れる水の量が増大し、被害拡大の原因となっていたのです。博士は明治以来家族3代にわたり残された筑後川の水位のデータを発見分析します。そして河川改修や開発に伴う流域環境の変化が洪水規模や被害の拡大につながっているという自らの仮説を科学的に実証。1955年に論文を発表します。続く1958年に発生した神奈川台風に関する東京や横浜の調査では、都市化がもたらす水災害の影響を指摘します。山林や田畑が減少した首都圏では、土地の保水力が低下、さらに住宅地や工場が河川周辺に集中して作られていることが大規模な洪水被害を招いていることを解明したのです。博士はこうした状況を新型都市水害と名付けました。1961年、博士は敏子夫人と出会い結婚します。多忙な研究生活の中で、家族は大きな安らぎの存在であったと博士は語っています。1968年に東京大学教授となった博士は、学生たちに河川流域の地形、植生、そこに暮らす人々の生活など、川を含む自然と社会のありようを五感で感じることが大切だと説き続けてきました。そして1971年、博士はこれまでの調査から得た自説の集大成として著書「国土の変貌と水害」を発表します。堤防などの構造物のみに頼らず、流域との関わりの中で治水政策を進めるべきではないのか、その問いかけがやがて国の治水事業を大きく転換させることになります。1980年からは河川の流域内に遊水池や調節池を設置し、増水時意図的に一時河川を氾濫させることで洪水流出を抑えるという総合治水による対策が行われるようになります。こうした設備は
都市部の河川を皮切りに全国へと展開され、水災害軽減に大きな効果をもたらしています。1990年には著書河川工学を出版。河川事業においては治水利水に加えて環境への配慮や住民の理解、積極的協力が不可欠とするなど、新しい河川工学の体系を構築します。こうした博士の治水概念は1997年の河川法改正の礎となり、現在世界で最も進んだ河川法の一つとなっています。海外において博士はユネスコ政府間理事会に日本代表として参加し、自然環境を同じくするアジアモンスーン地域13カ国の協力体制を構築、この分野における人材育成にも尽力しました。また1991年のバングラデシュでのサイクロン高潮災害においては、国連報告書の取りまとめに中心的役割を果たします。博士の提言に基づき、避難情報の提供やシェルターなどの対策整備が進展。その結果、2007年に発生した同じ規模の高潮水害の犠牲者は大幅に減少しました。こうした博士の活動は世界中で大きな反響を呼び、特に学術誌インターナショナルジャーナルオブウォーターリソーシズデベロップメントは2009年初めて個人を取り上げた特集号を発刊。水資源治水分野における高橋博士の多大な貢献を称えています。治水事業に関わる上で博士は常に自然との共生を提言してきました。地域の特性を損なうことなく生態系を守り、猛烈な経済発展により傷ついた自然を再生すること、その礎の一つとして地域住民や子どもたちに対する地元河川への理解と災害教育を行うことの必要性も説いています。かつて博士が少年時代を過ごした生まれ故郷の興津には美しい山と海が広がっていました。古来日本人が大切に育んできた自然への感性、博士の研究が秘める深い知恵と哲学は私たちに自然との関わり方を改めて教えてくれます。私の少年時代は自然豊かな環境に恵まれ幸福でした。現在は都市で幼少期を過ごすことが多いでしょうが、できる限り森や山、川辺を散策し自然と親しんでください。そして川の流れや川底の土砂の様子を観察し、自然の動きの面白さ、微妙さを感じ取ってください。そうした姿勢が何を見るべきか、何を考えるべきかを必ず教えてくれるはずです。